はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。ガエルさんちへこそ。はい、唐揚げとかさ、餃子とかさ、まあお好み焼きなんかもそうだと思うんだけど、普段自分で作って揚げ物とかもそうだけど、急に食べたくなるよね。餃子はまあまあまあ、あの冷凍物でさ、自分で焼くやつ、焼くやつがあれば、それを焼いてさ、食べるっていうことも、まあまあ、あるっちゃあるんだけど、唐揚げとかさ、とんかつとかさ、油をまあ、大量に入れてさ、っていうのがあったりするじゃない。うん。その自分だけのために、とんかつ1枚、2枚を、あげるっていうのもどうかなと思っちゃったりするんだけど、急に食べたくなるんで、じゃあスーパーに行けばいいじゃんっていう話なんだけど、うちからね結構遠いのよ。坂を登ったり降りたりしなきゃいけなかったりするし、まあ原付とかにあればいいのだけど、ないし、免許持ってないし、ということで。うん。ね。ねっていう話じゃないね。まあ、唐揚げとかは、その、コンビニとかで売ってたりもするし、たまに、その、チキンナゲットじゃないや。ケンタッキーみたいなのが食べたくなるなって。だけど、ケンタッキーも、駅前にさ、本当に駅前に行かなきゃいけなかったりとかするんで、まあまあいいやって、コンビニのさチキンで我慢しちゃうって。意外にそのコンビニの L チキだったりとかファミチキとかが意外にうまかったりするから、それでね満足して買えるっていうことが多いです。まあね、本当にお好み焼きとかさ、その前段階が大変なので、食べないことが多い。うん。前のねっていうか、まあ役員やってた時に、大阪って関西の方がいて、この前なんかちょっとね、その方に、のところに行くことがあった方がいらっしゃってて、たまたまその時に、たこ焼きパーティーかなんかやってて、うん。でね、美味しそうにワイワイやってたわねっていう話をしてて、関東の人間って、まあ、関西から関東に越してきた方は別に普通だけど、関東の人たちって、まあまあ、ホットプレートについてるのぐらいしかないんだけど、そのたこ焼きをね、やるやつ。もう、それの鉄板とかあるっていう話だよね。持ってるって言ってて。ね、ホットプレートぐらいのだと、まあ、4×3 ぐらいで12個くらいしか焼けないものがあったりとかするんだけど、その方はね、40個いっぺんに作れるやつがあって、それで、やってたっていう話を聞きました。はい。うん。すげえとか思ったけど。それ、この前ね、総会の後に、ちょっと、そういう話があって、たまたまね。だからね、すごいなぁと思う。うん。まあね、急に食べたくなるんだよね、たこ焼きとかね。ただ、その、自分家でやるのはどうなのかなと思っちゃったりするし、
その方のね、そのレシピみたいな感じで、あのたこ焼き粉みたいなのを使わないで、まあ、自分家のレシピっていう感じで、あのたこ焼き粉じゃなくて米粉を使ってるっていう話なんだよね。外側はカリッとしてるけど、その中はちょっと柔らかいというかトロッとしてるような感じの、あのお店のたこ焼きみたいな感じになるらしいのね、うん、美味しそうだと思って本当にあのたこ焼きで銀だこのたこ焼きが食べたいとかさ、ちょっとそう思ったりとかします。はい、以上です。